動画スポンジ開始します。どうぞ。メインシーンですけど、今のはどのシーンでしょうか。下手くそすぎて、全然わからんけど、勘で言っていい、はいはい、エニエスロビーのロビン。めっちゃわかってる、すげえ。全部今適当だけどね。適当で当たらんからさ、こんなの知らない。アニメっても言ってないし、適当に言ったんです。すごいな、うん、本当に。はい、じゃあ間もなく30秒前。全然 CP9 とか知らないから。めっちゃ知ってるやん。全然ロック式とかも全然知らない。知ってるじゃん、知ってるじゃん。本当にロブルッチと同じ誕生日です。はい、じゃあ15秒前ね。じゃあハト、ハトってこと。ハトです。違うだろ、違うだろ。10秒前。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。デコボコトラベリングのビッグスモール、さあ始まりました。よろしくお願いします。はい、はい、進めてください。風邪ひいた。はい、お願いします。風邪ひいた、今ので。何ですか今ので。風邪ひいた、お願いします。はい、いやマジ、今から今本当にあの、うん、今収録が放送されてる時間に聞いてる人はなんかただ元気に始まったなって思うかもしれないですけど、僕らは今のこの収録してる時間帯が、うん、ね、前日のカマルの放送実行委員会 で、うん、カマルの放送実行委員会にちょっと出て、で終わった後にリョウトが来て、うん、収録しようってやった時にリョウトがすごいもう体調悪そうにしてて、はい、あ、俺今日風邪ひいてるんだって言うから、じゃあ中地にも一緒にね出て、じゃあやろうかってなってよし、じゃあリュウトもちょっと体調悪そうだし、はいはい、頑張ろうって思った直後の、はい、これです。お願いいたします。リョウトです。ということで、はい、帰りです。あとゲストで、はい、ウエッチでも下地でもない中地です。よろしくお願いします。以上デコボコトラベルの実況でした。今から今から帰り、来週もお聞きください。帰り、はい、帰りポッポッ。は？じゃなくて終わるなよ。手を抜くなよ。ちなみにだけど、うん、言うけどさ、俺もうじゃあ終わりますって言って、はい、本当にツイキャス切るよ。うん、ダメよ。いや、じゃあ帰り。これガチなの。ダメなの。本当にガチガチなの。違う違う違う。だよ、何回も。ダメだよ。あのね、あと終わりますって言わなくても終了ボタンを押したことは何回かある、うん、絶対ダメだからさ、帰り、うん、それでもなおついてく来てくれるリスナーたち大好き、うん、いやもうさ、うん、金払って、うん、もう帰り、どういう意味、リスナーの皆さんに いやいつもありがとうございますって。いや全然意味わからない。金払わないと そこまでして知ってもさ、ついてきてくれるんだから。本当にな、1人3000円ぐらい、うん、いやいや逆にファンクラブとして俺に3000払えよって。なんで聞くの。じゃあもはや何なんだろう、聞かない方がいいよ。今日のトークテーマは、トークテーマがあるんですか。はいはい、中地さん、僕らトークテーマははい、リスナーからその日に募集して、はいはい、決めるっていうスタイルなので、うん、はい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 、でもうこれ収録放送なので、ね、はいはいはい、トークテーマなしでいこうと思う。なし、フリートークってことですか。フリー、いや用なしっていうこと。おー、そっちのそっちの果物の な、うん、なしでつなげてる。ナス、ラフランス有名な。なし、いやいや3分くらいで終わるよ、ね、ブランド名です。だったらあ、でも俺リンゴかなしかって言われたら、うん、リンゴが好きですけど、ね、リンゴだよ。なしのトークになってないやつ。やめやめやめ、なしの話やめやめやめ、帰りが悪いですから。やめやめやめ、ダメです。青森はなんだっけ。ええリンゴか。うん、お米。青森だよ。あ、青森ね、青森って聞こえたから。青森は、うん、青森は、うん、青森は、うん、青森は、両都の場合さ、なんか青森って言いそうじゃん。言いそう。わかんない。青森はリンゴですよね。富士リンゴとかね。富士リンゴとか、うん、梨はどこだろう。梨は山梨だね、浅はかだよ。本当に山梨、あの梨の生産が。本当に？わかんないですけど。ええー
なデコボコトラベリング。マジで今日俺本当に喉痛いんだよ。いやでも本当にそうだった気がするのよ。どうだろう、ラフランスとかって、だからラフランスはフランスでしょ。調べてみて。俺だからもうさ浅はかなのよ会話が。一回待って待って、知らない会話は別に無理してしなくていい。じゃあまずちょっと専門家に任せなさい。気になるからちょっと一回調べさせて。対人関係における自己開示の機能。僕は聞いてる。あ、ありがとうございます。あ、聞いてますよいつも。ありがとうございます。そんな話、そんな夜の蝶のコーナーとかも聞いてますよ。あ、うん、はいはい、はいはい、当てていいですか僕。なるほどね、はい、日本海側でしょうね、はいはい、なるほど。まあそう、これあれですね。そうだね、北海道よりぐらいのところか、東北の長崎とか。全然南、めっちゃ南よ。本当にのぞいて。なるほどね。学級内における自己解除を促進させるためには他者と関わるためのスキルを身につけさせることが重要であることが明らかになった。また他者と関わるスキルの中でも集団への能動的参加やリーダーシップの発揮、基本的な話す態度のスキルが必要であることも明らかになった。さらに配慮のスキルが直接自己解除を高めるスキルとは関わらないが、関わりのスキルとの相関関係がある程度高いことから、他者への配慮がある中で関わっていくスキルを身につけることが必要である。カイリー、なるほどね。自己開示、学級内で高めるソーシャルスキルはやっぱり配慮がある、配慮というものが関わってくる中で必要となってくる。違う違う違う、ね、いや何の話してんの。じゃあ自己管理っていうのは大切ってことなんですか。学級内自己開示度を高めるソーシャルスキルについての検討っていう、うんうん、梨の産地は。なるほど。あれどんな会話の流れしてる場合。コミショウだろやんお前。あんま言わせんな、こんな強いパワーワード。コミショウや。リョウトはリアルなコミショウなんだから、お前がコミショウになったらダメだよ。中地何あんまりラジオを通してそんなこと言うな。言いたくないよ俺も。よくないよ。とリョウトの分お前がなんかコミュニケーション能力たけたさ。千葉県です。パッと言え、千葉ってどこば。東京の下。ディズニーランドがあるところ。ディズニーランド東京だ。ちなみに山梨県ですけれども。お？山梨県。有名なのが。山梨はどこなの？ちなみにですね、入っておりません。あら。だから浅はかな。ねえ。浅はかっていうか、だから自分がわからないジャンルの話は別に、だから強いてまでやらなくていいんですよ、帰り。まあ。梨の話終わろう。香港が1位だ。もういいよ。香港。いいよいいよ。あ、そうなんだって、なんか意外な知識聞けてちょっとおーってなるけども、いいよ。オマーンが11位。だから梨どんだけ広げるばや。オマーンが11位。オマーンってどこだばや。やらしい名前。梨の輸出先。うん。あ、輸出先やし。オマーンは梨育ててるんじゃなくて、お前輸入してるだけやしじゃん。輸出先さ。なんで言えてんばや。香港が 63%。輸出先。輸出先って言うなお前。輸出だからなんでなしで広げるの帰り。6億87万円なしだけで。なしだけで。なしそんな金になんの。なし金なるよ当たり前だろ。なしはずっと育つよ木なんだから。わかるか。本当だ。なしの話やめようよ。だからピーマンとかだったら苗から育ててすぐ1年で枯れるけど、なしは木だよ、ずっと育ち続けるよ。マンゴーも一緒。はい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 。そう。いいな、そうか。寮とは農業高校、そして大学もそ、まあね、梨の田んぼも説明した方がいいですか。いいですいいです。だから梨の話で広げる。梨いけるやしや。そして結局。茨城が2位です。ああ。でも今日はおっぱいの話にしましょう。なんで急に。梨からのおっぱい。いやーでも、まあ、梨かありかで言われてみればありですけど。ありいいですね。じゃあおっぱいの話しますか。おっぱいの話っていうよりは、おっぱいの話っていうよりはですけどね、女性について語りませんか。ああ、いいですけど、はい。なんか理想像とかさ、いろいろあるじゃん。はいはいはい。女の子のさ、どういうスタイルがいいとか、はいはいはい、顔はどういう感じがいいとか、目大きい人とかね。なんかさ、これ俺だけかな。なんかさ、そういう女性とそういう、エッチなことを、したいじゃんみんな男、まあもちろんね、欲望があるからね、でもこのエッチしたい理想の女性と、まあ、付き合いたい結婚したい女性の理想像、僕全然違うんですよ。ああそれは、これはみんなかな、みんなじゃないかな、みんなじゃないかな、いやもちろんそうじゃない。中地はどっちなの、エッチしたいのはどんな
のが女の子がいいの？あ、もうケバければケバいほど大好き。ああ、ギャルみたいな感じか。爪が長ければ長いほど大好き。ちょっと爪が長い。眉毛長ければ長いほど。あんなにいいんだ。うん。髪の毛金髪であれば金髪であるほど射精できるってことなんですね。全然何言ってか分からんけど。ケバケバしいのが好きです。まあ、いわゆるギャルですね。ギャルね。言いたいことはすごい分かる。まあ、みちょぱとか。みちょぱね。みちょぱいいね。なるほどね。分かりやすい。あんな感じの子が好きですね。あとは水原希子さんとか。水原希子さんはあんまケバイイメージないですけど。ケバイイメージないですけど、ね。単純にああいう顔好きですね。はいはい、なるほどね。いいですね。まあ、まあ、でも気持ちは分かるわ。俺もちょっとね、はいはい、やっぱちょっとそういう関係を持ちたいとケバイ人がやっぱ好きというか、うんうんうん、やっぱ化粧濃いめ、うん、結構濃いめでがっつりメイクしてる人がいい。あ、そういう関係を持つんだったら、はいはい、だけだったらね。あ、でもやっぱ結婚する人というか付き合ってこれから付き合っていきたいと思う人は、うん、まあ、そんなにがっつりガッチガチじゃなくてなんかナチュラルな感じが ね、ナチュラルな感じがいいよね。いいなってはすごい思 う、 う、うん、で一番興奮するのは、まあ、ギャルもそうですけど、はいはいはい、ギャップにすごい燃える。あ、ギャップね。放送実行委員会でも話したんですけど、はいはいはい、見た目清楚だけど脱がしたら和柄のタトゥーががっつり入ってるみたいな、うん、そういうギャップにすごい興奮する。あ、ギャ、あ、そっちのギャップ、うんうん、背中の背中に書かれた千手観音像と目合わせながらバックでセックスする、うん、すごい興奮しますね。見られながら、うん、うん、もうほぼ3、いいね、ほぼ 3P よね。違うよ、うん、あ、そうですね、言っても過言ではない。なんかそういうギャップとか違うな、なんか興奮しますね。違うな、いや、なんか、うん、めっちゃ悪そうな役中みたいな。役中はちょっとあんまりお前ギャップじゃないよそれ。ガッチ、うん、あと僕変態なんで、あの唾飲みたいです。あ、唾飲ませてくれる女性大募集中。言ってたな、お前な。ジョッキで飲みたい。唾を興奮してきた、うん、うん、ジョッキで飲むけどキンキンにはしないよ、もちろんですけど。体温で飲みたい。36度2分うわー、間違えたな、呼ぶ人。誰かコールして、一気コール。間違えたわ。うわー、なんで持ってるの。おい、飲みたいから持ってんの。つば飲んで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 、はい、ボッキー、はい、うわ、興奮してきた。うわいいね。あ、いいですよ。苦しい。いいですよ、これはいいですよ。歪んだ性癖ですよね。うん、でもそれもいいですからね。残り曲にしてもらうことってできますよ、残りの時間。全部歪んでるんですよ。でも分かった上で僕歪んでますから、人とは変わってるなって。なるほどね。だから絶対無理強いはしないです。うんうん、無理強いはしないです。ただでもだからなんて言うんだろうな、もう喋りたくない。なんで盛り上がっていこうよ。じゃあ帰りの話聞かせて。やだ。いやいや、お前がさ、お前が言ったんだよ。お前が女性に話しようよ。あのね、あの最近分かったんだけど、俺、うん、あの俺多分ちょっと口が大きい女性が好き。なんて言ったらいいんだろう。はいはいはい。でも水原希子とかそうじゃない。そう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 、だからそうだけど、そういうことだよね。言ったのはすごい分かった。シンディーローパーとかどうですか。シンディーローパーはどんな感じだっけ、うん、顔が出てこないな、顔出てこないか、出てこないな。We are the world とか歌ってますよ。あ、歌ってる時口が真四角になるで、それのシンディーローパーです。全然出てこない、出てこないか。いやでも外国人とかじゃなくて、うん、なんかあの日本人で言えば欧米じゃなくてアジア系というか、日本人で例えると難しいんだけど。あ、石原さとみさんとか。あ、ちょっと違うか。ちょっと違うかな。うん、なんだろう。ちょっとプリッとしたタラコ唇とは違うってこと？違う。口が大きい。口がちょっと大きい。おすすめの女性。おお、どれどれ？僕パッと頭の中に浮かびました。誰ですか？どれどれ？日本人全員知ってます。あ、知ってます。口裂け女。あー、いいですね、うん、大好き。あー、いけるんだ。いけないよ、幅広さよや、お前。いけないよ。一時期付き合ってた。元カノ、うん、衝撃的、怖っ、うん、一気に怖い話になったよ。だって口先女ってメンヘラさ。まあそうですね、メンヘラ好きだし、わざわざ知らない人を呼び止めて、うん、マスク外して、これでもーっていうぐらいですからね、うん、俺それでバッて抱きしめたわけ。バッて抱きしめてそしたら、うん、ポッてなりよった。ポッてなるんだ口裂け女ポッてなんので、そのまま激しく抱いた。うわいやいやいや、変わってるめっちゃ変わってるよ。唾飲む俺より変わってる人がいた意外と。いやでもだから、あのなんだろう、あのね、ちょっとなん誰
まあちょっとだから TWICE で言うとダヒョン、ダヒョンとか、うん、まあ、ダヒョンはまあこのだから愛嬌っていうのもすごいあるんだけど、うん、ちょっと口大きいのよ。大きい。フェラさせたいってこと？ああそれもある。あーあーあああ。まあまあそれもあるけど違う。見た目普通に単純に。単純に帰りの好みとして。なんだろう、ちょっと癖がある顔が好き。ああでも僕癖すごい好きよ。なんだろうな、だからそのうん、俺愛子とかもさ、愛子いいね、悪くない悪くない、好きなんだ、悪くない。さっきもさいいちょろっとさ、うん、まあ話しましたけど、はいはいはい、加藤ミリアとかも癖のある顔、加藤ミリね、あーまあ確かに俺あの癖もミリアはでもいいね、加藤ミリアはちょっと癖ありすぎじゃないかな、ありすぎ強すぎ、うん、俺はちょっとそこまではいけないんだけど、いけない、うん、俺加藤ミリアさんの顔すごくタイプ、あー、うん、まあ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 全然それは人それぞれなんでね、全然あれですけども、うん、あとね、あれなんで俺あのその口紅が赤い人がすっごい好きで、口紅がピンクとかじゃなくて真っ赤な赤い人がとっても好きで、はいはいはい、もうすごい、アメリカンよ、だからいやでも白い肌に口が赤い人、口紅が赤い人がとっても好きで、はいはいはい、でも欧米チックな顔は違うわけ、じゃなくてなんだろう、アジア系の顔でちょっと口大きくてで、うん、口紅がすっごい赤い人が好き、うん、で肌白くて、うん、韓国とかねそういう人多いんだ、中国韓国あたりが薄いのが好きなんだ、そうそうそう、薄そう、顔は薄め、そう薄めだけど口は大きい、口ちょっと大きいみたいな、真っ赤の、フェラのしやすさ丸、そうそう、で真っ赤、うん、フェラ丸で真っ赤、キス丸、ま、そう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 、うん、でそういう顔がすっごい好きだなって最近気づいて、うん、そうそういう人ばっかにしか顔やっぱ目いってないなっていう風に思うんだよね、でも逆に、うん、でもそう口紅が結構その最近俺目いくなと思って、はいはい、逆にだからその赤だけじゃなくてさすっごい紫というか、あまあまあたまに言いますよね、感じのもちょっといいなって思い始めてきてるのよね、それはでも韓国系ではなくない、いやいや韓国いるいる、あいるんだ、なんかあアメリカン、まあ、アメリカの感じではあるけどね、うん、でもそのなんて言うんだろう、なんかねちょっとくねこのピンクとかじゃなくてさ、うんうんうん、がっつり色ついたやつが好き、あすっぴんも好きだけどな俺、すっぴんもいいっすね、ね、いいよね、すっぴんも全然いいけどね、すっぴんも好きです、ね、いやわかる、言いたいことはすごいわかる、なんで中ちゃん可愛いけどすっぴん落として、うん、あちょっと違うなって言ってもそのギャップがあったとしてもいいし、うん、単純に俺ストライクゾーン激広だからお前もそうだもんな、俺痩せてれば大体 OK 細い人が好き、あ細い人好きだよな、スレンダーな方が、そうだから俺は逆にさだからそういうさすごいこのなんていうの濃いメイクというか、うん、の裏はなんかすごい質素な顔っていうのがすごい好きで、そうそうそう、それ落とした後がすごい薄いのがすっごい好き、すっぴん好きね、ゆういちろうすっぴん好きよ、もう俺もすっぴんをおかずにもうご飯は食べれないですけれど、あないばや食えんばや、でもすっぴんはいいねすごい、いや食えってお前食ったことあんのか、すっぴんおかずに、ありますよありますよありますよ、ちゃんとご飯をね、タワラ一票いけました、あらこんなに食った、お前タワラ一票いけたって言った一票はすごいよ、そうそう、びっくりした気づいたら、えお前自分でおかしい話してるの気づいてるねえ、そうだが俺おかしいの確実に、確実にやばいやつなの、いいっすね、捕まれ捕まれこれ中島のこの意味わからんとこマジで好き、おーおーおお、うん、で出た出た、やっためっちゃ好き、好感度上がりましたよ、でもあのこういう場以外ではもう関わらない同士、なんでプライベートでも関わってこうぜというわけでね、今日から中島は僕の知り合いに降格しました、嘘、はい、友達から、最近までは友達だった、名前を知ってる同士の知り合いに、今ではね友達っていう枠組みで一応いたんですけれども、うん、今この時をもちまして中千代は僕の知り合いに降格しました、うん、これから顔を合わせるために挨拶だけにしましょう、ね、気まずー、これからは、ええー、初めて会った時に超喋って、うん、次会う時にちょっとあ
ってなる、あ気まずくなるやつだタイプの、 あの状態に戻りますうわー、はい、頑張ろう。でもまだ放送時が終わるまでにまだ時間ありますから、まあまあまあまだ、まあ一応まだ今変動タイムですから、うん、大親友になる可能性もあるんですよ。はい、今他人になりました。うわー下がるの早っ。なんで、はい、うるさかったからです理由よや理由よや、まあまあ、どんな理由よや。そんなこんなもありますけれども、今日は中地をね、はい、とりあえず迎えて、うん、あともうちょい喋っていこうと思いますのでね、はいはい、収録聞いてる方も、この今ツイキャスを見てる方もぜひね、うんうん、時間あれば最後まで聞いてください。お願いします、はい、じゃあちょっと一回 CM 行きますかね。はい、CM のタイミング作らないといけないんで、はいはい、収録ですけれども、うん、じゃあ、大丈夫ですかキャンさん、合図を出すんですね、はい、じゃあそれでは一旦 CM です。ツイキャスの会話できます。できます。マイク出てきます。あ、なるほど。あ、お、意外とこの時間見てますね。今ありがたい。1時前よ。あ、もう寝ないと。ねえ。すごい寝ないといけないんだよ。良い子は寝る時間。わざわざ聞いてくれてる。ねえ、ありがたいよ。ありがとうございますでしょ。寝れ。おい、だからその貴重な睡眠時間を削ってまで見たいと思ってくれてるんだから、寝れはないよ。いや、寝れはないよ、本当に。お前が言ったんだよ。でも俺はリスナーのこと思って一応言ってんだけどね、うん、みんなの睡眠時間はやっぱ大事だから、思って言うんだったら、だからその睡眠時間を削ってまで見る労力に合った面白い話をしてる、うん、10秒前だから、うん、そうですね、ないよ睡眠以上のものってこの世は、まあ、一応ないな、三大欲求ですから。おい、お前でっかいな、お前小さいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、 CM 開けました。ビッグスモール生放送でお送りしておりますよ。はい、中津、はいはい、深田恵美やっぱ好きだね。深田恵美さん、あのね、今をときめく AV 女優、うん、昔の名前なんでしたっけ、何だったっけ、うん、何だったかな、うん、なんとか心みたいな、心、そう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 、名前で活動、全然違うね、全然違う、闇心はもう面のヘラじゃん、そう完全に、うん、メンタルヘラじゃんもう、ダメよ、いやいや、分からないんだったらいいよ、別に目ヘラ、マジで好きだよね、テラダね、テラダ心だっけ、で違う、子役子役、子役絶対ダメよ、子役ってどういうことだ、テラダ心くんは子役でしょうが、子役、子役、それ以上でもそれ以下でもないよ、マジでハマってんのよ、深田恵美さん、いやでも分かるよ、言いたいこと、見たことある、見たことある、俺さ、まあオナニーするときさ、あんま AV 見ないんだけど、たまたま深田恵美さんの動画に出会って、うん、見たんだけど、もうさ、はいはいはい、なんだろ、すごくエロいじゃん、ね、深田恵美、 S っ気もあるしね、 S っ気あるよね、やっぱド M だからさ、うん、あんなの見たらもうポッキーだから、うん、すごいスコッティをし、うん、シコッティに変える作業を、シコッティね、うん、シコッティ、yeah、yeah、yeah、シコッティ、シコッティ、yeah、yeah、hey、鼻セレブじゃなくてなんかチンチンセレブみたいな、なんかオナニー専用ティッシュ作ってくれんかなっていつも思う。俺オナニーするときグワーってもうなんか5、6回ぐらい一気にするからさ、3回ぐらいがチンチン痛くなるのよ。わかるわかる。鼻セレブじゃないけどチンチンセレブみたいな。ペニセレみたいな、なんか絶対売れるよね、売れるね、買うっしょ、うん、みんな、俺500円でもいいな、あー買うよね、全然いいな、買うよね、高いからね、話せるみたいな、いい感じですけど、みんなさ、どこでオナニーすんの、え俺はだから、うん、あのなんかなんでなんかティッシュ痛くなるかって言ったらさ、はいはい、もうさ、うん、俺もうさ、くるむんだよね、ティッシュを、そうそうそう、ティッシュでチンチンをくるんで、はいはい、うん、あの梱包してその状態でオナニーするのよ。いやー見たことないよ。梱包オナニーってこと？コポニーってこと？コポニーってことですか？コーンポタージュみたいなね。意味わかんない。コーンポタージュに謝って。ね、ごめんなさい。はい、オッケーです。だからくるんだ状態で、うん。オナニーするから、うん、でティッシュの質によってはすごいなんか嫌なオナニーになっちゃうね、ザラザラしてるだから、ね、チンチンセレブをぜひとも作っていただきたい、チンセレブ、ね、どのタイミングでティッシュ行くの、うん、それともそもそもだからティッシュが必要のない状況、まあ、例えばお風呂場とかトイレとか、はい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 、そういうところでやるのか、だからみんなオナニーって見せないじゃん、見せまあ見せないけどね、中ちゃん見せてる感じするけどね、たまに見せる、後輩の変山には
よく見た。あんなこっちのヘンザの話はどうでもいいですけど、みんなどこでやるの？中ちゃんはどこでやるの？俺布団。俺は、中学はお風呂場だったね。おー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 おお。でも俺も今布団かな。布団。だから寝ながらじゃないとできないんですよね。昔は床女だった。床女。刺激強いよ。できないけどさ。刺激がダメだよ。強いよ。だからオナニーの仕方によってもいろんなのがあるさ。ラッコオナニーとかペンギンオナニー。はいはいはい。ラッコはこう寝そべって、ペンギンは立って。うんうん。そうなんだ。ペンギンは立ってなんだ。ペンギンは立ってオナニー。漏れなく可愛い動物でしたね。ねえねえ。可愛そうに。本当に動物に謝ってほしいしま。だからその感じで言えば僕はラッコオナニー。ラッコオナニーね。ラコニーですね。ラコニーね。バルコニーみたいな、うん、ではないよ。ラッコーナニーなんバルコニーでラコニー不審者確実に通報です。やめてください。バルコニー、うん、帰りは、いや俺もラッコだな完全に。ラッコ、ね、座ってできないのよ。だから座ってはやったことないな。だから癖ついてるのよ。そうね、うん、そうよね多分ね。だからさ、これってさ、うん、確実にエッチにも影響が出てると思う。はいはい、はい、全然出ないんですけども。出ない、はい、正常位で僕いけないですよ。マジでいけはするけど、いけないです、ね、お前童貞だろや力強、力強。お前ちゃんと言わないと。お前力強く見て。あんまやったことない。ケンさん、さあ元気よく、はいさーってよ、うん、お前も童貞だろや分からんだろ。いやお前中志、ケンさんに対してお前も童貞だろうは、うん、失礼よ。意味わからないよ。今来たばっかりかもしれない、ね、びっくりしてるよ。びくってしてるよ。今来たばっかりびく、当たってたらもっとびくってしてるよ。射精したってこと。びくはもう射精です。射精ですよね。びくとかドクドクはもう射精です。ちゃうわって言ってるけどね。いや女の子かもしれないよ。ケンさんが、ケンさん、だからそのだって今やもう偽名つけるような。偽名ね。 SNS なんてだって誰が男で誰が女か、もうほぼみんなね SNS の名前だけです。分からないよ本当に。でもよくコメントしてくれる、うん、シュプリームさんだけは本名ですからね、うん、そうですね。あの人本名ですからね。シュプリームが名字でシュプリームが名前。シュプリームシュプリームですから。じゃあちょっとね、はい、じゃあ次の方行きましょう。どの方どうぞ。一応男してますおってか言ってる。ああ、シュプリームさんはあのですね、うん、シュプリームさんは本名シュプリームじゃないですので、皆さんそこを勘違いしない。お笑いっていうものでして、今のボケっていう。説明しなくていい。はい、シュプリームシュプリームっていうのが恥ずかしい。みんなね SNS の名前は違うだろうって話をしてる中、圧倒的にね、圧倒的にこの偽名だろっていう人を、うん、これは本名ですって言って笑かして、本当だったらツッコミっていう役職がいて。もうやめて帰り。オナに見られるより恥ずかしい。ボケの解説なんてさ、本当はツッコミっていう人がいた方が面白いんですよね。だからツッコめよ。僕はツッコミやめな。んでよや、お笑いを放棄すんなお前ら。俺はね、FM 向きな。ツッコミないよ。おり、女の子に。おう、童貞2号。それはあるな、それはあるな。童貞2号のヤジうるせえぞおい。ほら、シュプリームさんも医学的にオナニーの仕方がセックスに影響するらしいよって、うん、いや、まあ、それはそうでしょ、だって、うん、それはもちろんプロセスが違うだけで、やってること一緒ですから。そうだね。別に僕は影響しないとは言ってないです。あ、いやいや、うん、僕自身はまだそこまでそこの影響はしてないですけれども、でもやっぱオナニーって、うん、だからオナニーするときに早く射精する人は、うん、早漏になりやすいとかね、はい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 、我慢する人は治療になりやすいとかね、うん、やり方ですね。そうそう、いろいろやっぱオナニーっていうことはね、うん、セックスに影響しますから。ナッカツィの初体験はいつなの？15?6? カイリーの初体験はいつなの？17だったかな、16、17。これはみんなどこでやるの？彼女の家、俺は。俺普天間神宮の隣のわけのわからんホテル。俺は童貞だろや。じゃねえよ。自分自身が一番分かってるでしょうが。夢ですよそれは。もうただの妄想です。泣くな泣くな。お前が一番泣くやしや。帰りが泣くのよく分からんから。帰りそれなんか隙間風かや。お前確かにな、あるもんな。泣き方が隙間風なんだよ。それはあるな、台風の時のさ。帰りだから泣いてるじゃんけど、台風の時の隙間風。ガタガタガタ。台風やしや、台風今来てんだから。来ないよ今回。来る、本当には来るから。本当に。ああ、いやいや、あ、もううるせえ。チンチンチンって鳴らすな。
沖縄には来ないけど、日本列島、まあ特に関西圏にはよくなんかもうちょっと大きいのが来るみたいですから。いやでもマジで気をつけて、今回の台風はね、本当にでかいらしいですね。だって900ヘクトパスカルって。でも、あでも今でもう900にはなるみたいな。やばいんだ。ねえ。だから俺らがあの結構ちょっと前に体ちょっと前体験した昔ね、あのめっちゃ停電とかなってさ、超影響が出た台風覚えてます？いつですか？結構最近？中学高校ぐらいかな。はい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 。超冠水して、あの時が915ヘクトパスカル。ええー。ああ車とかも動いたやつね。まあ、単純にさ、この低、あの気圧の数値だけで、見てもさ、この台風の規模って、そうだね。あんま分からないけど、このその近くにある気圧との差。が大きければ大きいほど、ね、だから低ければ低いほどっていうよりも気圧差なんで、ね、でも今回はすごい気圧差 が, いやから気圧差がえぐい、だあんだその時以上って言われてるから、それがまあこの台風対策があんまりちゃんとできてないね、本当というか、まあそうですね、日本列島はあんまり来ないんですか、沖縄、そうそう沖縄はだからその台風に強いようなさ、だからこのコンクリートで作る、鉄筋コンクリートの ね家が多くて、何回も来てますから、逆に台風が来ない地域はちょっと怖いかもね、いろんな飛ばされたりするからね。でもさ、やっぱさ慣れてても怖いよね。怖いよそりゃ。あの俺最近だからその台風来たじゃん、あの時あの、ね、家に一人だったんだけど、すっごい怖かった。超怖いよね。怖いよ、酒飲まないと俺やっていけないぐらい怖かったもん。中地酒飲んでたもんね、今年も。今回のやつやばそう。今回のやつはちょっとね、だから目がはっきりしてればしてるほどだから台風ってすごい威力が強いって言われてますから、ちょっとその辺も含めてさ、ちょっと笑えないことになりそうですね。沖縄だったらさ結構笑い話にしたりさ、ね、するけどさ、いや学校休みじゃないばやとか、あそうそうそう学校休みだったらラッキーとかさ、おカラオケトマト行こうぜみたいな、俺らはもうなんかすぐなんか高校の時 は, 台風の時は、ね、高校の時とかはあえて外出てそうそうそうサッカーしてみたいな、なんかそんな遊んだりしますけど、今回はちょっとそれすらもできな い, きないよ、ちょっとあの笑えない、マジでなりそうなんで、ね、チューブはニワトリ飛んでくるからね、本当に飛べないのにニワトリ、台風のせいで駐車場にニワトリって焦りましたからね、飛べないニワトリが飛べるようになりますからね、台風って、そうそうそう飛べますよ、飛ばされてるだけですからね。長崎まで行くらしいですよ。どんだけ飛ぶかよ。死に飛ぶやしかわいそうに。シャンプーもね、お家でやって邪魔邪魔、まあむやみな外出は控えて、まあできるだけ控えるようにしてください、本当に家でしこっとこ、みんな、いやでもしこっとこって言っても、あれ停電したらボイラーって稼働しないから、まあ家によるけど、ボイラーはまあガスで動いてる、ガスが止まらなければ動くんじゃない、じゃあオール電化のところはやばいね、オール電化はもう終了よ、もういや停電したらあれよ、あったかい風呂出ない？多分出ないんじゃない？ボイラーはどうなんだ？ボイラーは出るよね。出ますよね。え、だってあのピッてやってやるタイプのお家は出ないんじゃない？あれはできないんじゃない？やばい。ああ、電気がつながってるってことね。俺の実家がそれだったから、もう大変だったよ。ああ。それかもう温泉掘るしかないよね。ああ。ね、どっちからね。温泉掘るかなじゃん。水も止まりました。あー苦しい、ちょっときついね、やめてくれ、ポンプで組み上げ式だった、きついね、そういう場合はもうね、そうですね、スプリームさんカセットコンロ、あとはまあ蓄電器、モバイルバッテリーの充電、あとラジオね、ラジオね、ラジオは絶対大事、ラジオたくさん聞こう、大事ということで、あと、ね、そう、いや、あ、ガソリンも入れといた方がいいよ、台風の時期、ガソリンスタンドで、なんかあった時のため、混むから、ね、でも、あの、台風の時車を動かしたらパンクするから、マジで、ああ、だから、台風は帰りはね、パンクしてますから、パンク…同じ日に事故ってますから、そうそうそう、あ、怖っ、いや、俺、パンクだけじゃなくて、もバイザーも飛んでったからね、助手席の、はいはいはい、雨よけの、ね、雨よけの、あわあいいですね。三ポイントゲットしました。これちなみに D ポイントにたまるらしい。はい、どんなラジオしてるわや。第三水曜日は四倍になりますから。第三水曜日は四倍で。はい、四倍でポイントが。知らないです。いっぱいコメントしてますね。カセットコンロいいですね。じゃあ一回 CM 行きましょうか、また。
このタイミングで広い話か台風の話に変わる、うん、幅広いですね。じゃあ、タイね、CM の後果たして何の話なのか楽しみにしてください。はい、それでは一旦 CM でーす。クワガタ取りに行きたいな。もう無理よ、多分。クワガタは好きよ。もう無理よ。今から行きますか。はーい、行きましょう。名古屋。名古屋、今もういるかな。ワンギリギリじゃない。今。あ、いや、いないわ。いないよ、もう。名古屋ぐらいは名古屋ね。中野町にもいるんだ。あのペタって気づかれて、ゴキブリやしいと思ってみたらクワガタ。ああ、可愛いクワガタさんだった。可愛いクワガキ。中地虫嫌いだからね。昆虫もいけないね、今は。昔は大好きだったけど、虫キングもめっちゃやってたし。はい、では10秒前で。夏、虫キング。カブトマル好きだったけどね。ちょこちょこちょこ。殺す。怖いよ、両方殺す。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、 CM 開けました。ビッグスモールね、懐かしいジングルだって、もう2年前、3年前か、3年前もっとじゃないぐらいに撮ったやつ。15年前ぐらいじゃない。どんだけやってればこの。いや、25年かな。25年か。もう芸歴4年ですよね、今。幾何学的な、なんか天文学的な話したんですね。年は21なんですけど。神？君たち。ゴッドです。ゴッド。ゴッド。いやー、まあでも神って言っても過言ではないか。過言であれ。大過言だろや。大納言。ええ。大納言ってなんだっけ。位の名前じゃなかった。その当時の。そうだっけ。清少納言とかね。うん、ああ、懐かしい。元気かな。位の。ヤンバルナゴンとか。ヤンバルナゴン、お笑い芸人だな。え、俺言おうか迷ってたんだよ今、なヤンバルナゴン。俺は分からないから言わないでください。え、じゃあ誰？吉本芸人ですよ。誰よや。知らないの？え、ヤンバルナゴン知らないの？お前全然知らん。ヤンバルナゴン好きよ。お前マジで、あのマジよ。マジでマジよ。マジ分からん。マジわかめ。うん、ノーポイントでしたね今。わけわかめ。うん、ああらららら。わかめやってますね、両党は。おいしそう。お腹空いてきた。ご飯の話を。ね、ご飯の話を、ご飯の話。はいはいはい。あのね、うん、あのイオン茶炭店。はいはいはい。あの今ね、すごい不景気、大不景気なんだけど。まあ人いないですからね。ああ。韓国人とかが特に減ってさ、はいはい、この収入がなかなか減ってるんだけど、弁当をだからやっぱいっぱい余るわけですよ。うん、で、あの10時半ぐらいになったら、うん、あの惣菜コーナー行ったらね、うん、もうすっごいいろんなのがいろんな安い値段で売ってる。あ、割引されてんだ。まあ、例えば、はいはいはい、あのコロッケ、コロッケ、ね、4個入り、大体も200ちょっととか、ちょっと高いかもね。ぐらい普通です、うん、大体。普通だよね。あのね、1個50円とかの値段で、うん、40円で売ってます。安い。これちゃんと大々的にさ、イオンチャタンって告知すればいいのに、うん、そしたら来るはずよね。で、あの弁当、普通の弁当、弁当、うん、まあ大体300円とか400円ぐらいするでしょ、この1個、うん、あのね、50円で売ってます。本当に50円なの？マジもうだから、まあ売れないで捨てるよりかはっていうぐらいのも、そうそうそう、限界か。だいたいお惣菜すれすれの値段でしょうね。お惣菜がだいたい30〜40円ぐらいで売ってて、で、なんだっけ、弁当がまあだいたい50〜60円ぐらいかな。で、まあいいやつは80円ぐらい。いいやつでも80円。で、これが一番、まあ、目玉というか狙いどころというか、はいはいはい、まあ、これは日によってあってなあったりなかったりするんですけど、うん、お寿司。寿司、寿司ね、握り寿司、はいはいはい、僕はいつもそれ目当てていくんですけど、はいはい、10貫入り、うん、10貫100円です。あー、マジで10貫ってやつ。これは行きましょうよ、みんなで。30貫入りぐらいが、うん、スシローより安いやん。500円。安い。あが600円か、だいたいね。スプリームさんも言ってますけど転売できそうっていうこと。転売できますよ。そう、俺それ毎回目当てで行くんですけど、うん、今日もだから本当はね、みんなでお寿司を食べながらやろうか。うわー、超いい。で、惣菜コーナー行ったんですけど、本当に紙一重の差でね、ちょっと清掃のクソジジイが言い方悪いですよ。クソジジイやめよ。ね、いやー、
参考ぐらい。あ、だからやっぱ分かる人にはもうだからもうバレてるんですよ。ちょうど俺がね行くちょっと前だったのよそれが。だから分かる人には分かってるんですけど、あのピッチャーって呼んでるあの清掃員がいるんですけど、僕ピッチャー野球やってんの？裏にあのバックヤードっていうのに行くと、控室的なにあのゴミ捨て場があって、で僕らそのゴミ捨て場によく行ったりするんですけど、そのね最後あのこの終わりの時にゴミ捨て場行った時にね、その人なぜかねあの清掃のあれをね前に置いたままねあのピッチングの練習ちょっともしかしたらシゲのゴロの生まれ変わりかもしれないですね。いや僕らはねあのちょっと悪いですけど、そーっと近づいていって、うん、お疲れ様ですって言ったらピクってするのそのピッチャーが今日は寿司を、ね、今日は寿司を買い取ったんだ、締めてたんだ、でも日によっては、うん、10個ぐらい残ってたりする、ラッキーよ、もうこれは運だ、イオン茶壇店暑いっす ね、 暑いね、めっちゃ暑い、だからこの夜ね、マジで暑い、暑いね、でも惣菜がさ、だってもうでも空いてるしね、そう、レジ並ばなくていいっていうのはやっぱ強みですよ、日によるけど、でも中国人がいっぱいいたりもするけど、全然このやっぱりねこのその惣菜目当てに行くの大事で、いいですね、やっぱりその知ってる人はさ、すぐ行くのよ、だからちょっと仲良くなるのよ、はいはいはい、あーまた来たんですね、みたいな、この前おばちゃん、はいはい、このイオンのおばちゃんが来て、うん、俺が買いに行って、俺も来た時も、うん、あのコロッケとかコロッケがいっぱい余ってる、コロッケ余るんだ、たまたまねコロッケが死ぬほど余ってるから、はいはい、コロッケいっぱいだと思いながら俺3パックぐらい買ってた、今日おばちゃん来て、あいや今日コロッケしか残ってないさねえって言いながらしゃべりかけてきて、観光客しゃべってて本当に、うん、あの俺も知らない人なんだけど、観光客はもっと知らないじゃん、めっちゃ喋ってるわけ、コロッケはいいですね、だって、まあ刺身とかお寿司に比べて日持ちしますから、そうですね、で、あの、もっと次の日、今3日ぐらいいけるんじゃないですか、いけるよ、あのいける、全然、だから俺、弁当だから俺3パックで、惣菜3パックずつぐらい買って、で、プラスその日は寿司買ったんだけど、うわ、あの、お値段500円しなくて、ねえ、あらいいね、でも内容見ればさ、すさまじいほどの贅沢よね、2、3000円はくだらないぐらい、ね、要は買ってるのに500円以内、安いよ、分の1、まあ、増税してますから、イオンチャタンって もしかしたらありかもね、お弁当っていいね、お弁当いいね、営業のさ弁当が俺めっちゃ好きなわけよ、営業先で出る弁当あのね、まずい時もありますけどね、人気者の収録のお弁当も美味しいけど、美味しいね、俺ね、だから女さんの最近営業あったんだね、花火大会、弁当が楽しみでずっとマネージャーに来た、弁当まだですか、で、なんか届いたんだけど、あのやっぱりこのね、スタッフからのさ、食べていいですよみたいな話がないとあんま手出せないじゃん、いっぱいあるの一応、目の前にいっぱいある、こいつね、ずっとマネージャーにね、ね、この弁当食べていいですかみたいな、ずっと言ってるわけよ、もうでもマネージャーはあの、でもこのね言わない、聞かないと分かんないから、はいはい、1個くらい食べてもバレないんじゃないですかって、両太は待てができないんですから、犬よりスペックが低いんでしょうがないです、永遠と弁当の話、なんかさ、もう今はさ、ないけどさ、これ営業先で出る弁当で、はいはい、俺めっちゃ好きなのがあって、県産品、お笑い県産品で出る弁当がめっちゃ好き、あれ美味しい、まあ、あれは沖縄市で有名な吉本弁当っていうところの弁当なんだけど、この吉本弁当の弁当はすごい美味しかった、いい、ね、なるほどね、で県産品はね、あの余ったやつ持って帰れるじゃん、持って帰る、持って帰る、それ含めて好きでしたね、県産品懐かしいね、県産品またやってほしいね、いい場所だったと思うよね、だいぶね、若手のさテレビでネタやる機会にも、そう沖縄の芸人のネタをテレビでね、ね、見れるって、だから珍しい地域ですからね、沖縄って無料でしかもあっち入れるしね、お笑いがこんな盛んな地域って本当東京、大阪に次ぐ第3の都市というか、まあ、東京はまあもう集結しているだけで、まあ、そうだね、東京だからそのそもそもの東京の文化ではないですよね、沖縄のお笑いはもうだって沖縄の根付いた文化ですから、そうですよね、珍しい芸能だからね、地域ですから、ぜひともやってほしいんですけど ね、お願いしたいですよ、これからもっと俺らのね力でそういうのを増やしていけたらね、いいなっていう、まあ、人
気本テレビも一応バラエティー番組だけど、ちょっとでも違うかな、その高校生をさ、やっぱそうだね、高校生がメインみたいな、お笑い特化ではないからね、特化ではないからね、まあでも高校生もだいぶ面白いけどね、高校生はすごいね、まあ人気も、あのイオン茶炭店で思い出したんだけど、はいはいはい、好きなのがあって、何、俺イオン茶炭店銀だこも好きだけど、あと一個回るところがあって、うん、どこ、あのアウトレットのビレ版があるの知ってる、うん、あ、はいはい、ありますね、うん、死に熱くない、あっち激熱なのよ、あっち熱いのよ、とっても今、うん、ビレ版、ビレッジヴァンガードのお店もあるんだけど、その隣にちょっとあんまり売れない商品を扱ってるアウトレット版のビレッジヴァンガードが別であって、すごい、まあそりゃ売れないわなみたいな、なんかちょっと独特な商品ばっかりだけど、でもだから見れば、あ、これは別に掘り出し物もあるよね、掘り出し物がいっぱいある、もう半額とか 80% オフとか、そうなんだ、破格の値段で売ってる、そうだ、今ビレバン高いじゃん、高いよね、ちょっとね、高いとか、まあまあ普通の、まあ分かるけど、高校生とかも買い、 T シャツとかもさ、そうだね、バカみたいな柄の T シャツとか超バカみたいな柄の、バカしかつけんだろう、いっぱいありますけど、そうそう、あれ好きですね、ビレバンのアウトレットバージョン、いやもうぜひあの行ってみてくださいね、しかも俺ちょっとね、店員だからさ、安くしてもらえるのよね、店員割があるのよね、超いいじゃんそれ、何それ、めっちゃお得割が、あのだからイオン茶炭店のさ、中の店舗ほぼ俺イオンの従業員だから、その社員割みたいなのもらえるできるんだ、はぁ、社員割いいね、ちょっと行きたいところがさ、ってラフィネっていうさ、1階1階マッサージ屋さんなんだけど、メンス違うわ、ちげえわ、メイさんもラフィネに失礼だわ、いやちゃんとしたマッサージ屋さんね、ちゃんとテモミンとかそんな感じ、テコキン、テコキン、テコキン、メンス、メンスやしや、もう今日終わりますもん、終わらない、ごめん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 、ドクターフィッシュわかる、ドクターフィッシュわかります、あの足のね、角質とかを食べる、チンチンつけたらどうなんだ、ああ、楽しみたい、やってる YouTuber いなかった、いたよね、いたよね、いたの、うん、多分あるはずよ、なんか痛いんだっけ、痛いって、ね、いや痛いだろそりゃ、角質取るんだからさ、食べられてますからね、チンコ食われてますからね表面ではあるの痛いよそりゃ、そうね、だから、うん、ドクターフィッショーナに流行ってください、違う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 、フィショーナね、あの違う、フィショーナじゃなくて、マッサージ店の話、マッサージ、そうラフィネ、ラフィネ行ってみたいな、これはあれテモミンとかでも10分コース、うん、20分コース、あ、そうそう、あるわけよ、この何分コースとか、俺マッサージ屋さんめっちゃ行きたくて、で俺しかもだからその店員従業員だから、うん、割引されんの、あるんです、そもそもの値段は、ね、確か高そうよね、うん、30分で、うん、6000円、でも10分1000円くらいのイメージだ、まあ相場はそうだよ、マッサージ屋さん、うん、そう30分3000円くらい、あ、3000円ちょっとくらい、まあ、普通ぐらい、うん、それから俺は多分 10% 割引だった、ほー、じゃあ2700円とか、そうぐらいでできるから、へー、で行きたいなってちょっと思って、いいね、そうそうそう、でもなんかマッサージ店行ったことある？ないわけ、メンスはあるけど、だからちゃんとしたマッサージ店ちゃんとしたね、うん、そうそう、だからすごい敷居高いのよ、メンスは行けんのに、メンスの方がなんか行きづらい、怖いって行きづらいよね、マッサージ屋さんってどうなんだ、だから帰り一緒行こうよ、あ、いい、行こう行こう、だから、うん、そこかもしくは名前なんだったかな、なんか有名なチェーン、リラクルでしょ、リラクルはルート通ってるよ、ああそうなんだ、あっち安いでしょ、安いんだけど、うん、だからこれは全体的もみほぐしコースと、うん、足をメインにするコースで、全然値段が違うわけだ、あっちすごい安いし、うん、遅くまでやってるしね、遅く2時までやって、うん、あ2時受付終了かな、うん、だから結構夜中までやってるんだよね、今から行くじゃん、行きます、行かないかな、ごめんなさい、リラクル行くくらいならご飯食べに行く、まあそうだね、だったら、うん、リラクル行くくらいだったらメンズエステ行くわ、うん、ああじゃあしょうがないですねじゃあメンズエステで収めましょうか行かねえよ、行かねえよ、検討させてください、いやでもそうだからマッサージ店超行きたい、うん、今度行こうよ、だからいやそうだから俺さ、あの髪切りに行ってるところ、俺ずっともうここ1年2年くらい通ってるところあるんだけど、うん、そっちはあのシャンプー終わった後にあのマッサージしてくれるわけ、あこれいいよね、まあなんかちょっといいところで、めっちゃいいよね、そうそうそう、だからなんかそういうのやってると本場のマッサージってどうなんだって思うじゃん、確かにね、ちょっと行ってみたいな、あでも元カノが、うん、あのエステ T
ティシャン。あ、メンス？メンスティシャンだった。いや違うんですけど、普通にちゃんとしたエステティシャン、はいはいはい、エステのね、学校通って、はいはいはい、ちょっと一回やってもらったことがあって、うんうん、すごい気持ちいい。あでもさ、俺もさ、いいね、同級生メンズエステで働いてる人がいて、メンズエステちゃんだから、いや実際エステちゃん、でどうなの？で、そうなんだ、じゃ今度マッサージしてよって言ったら、うん、嫌だって言われました。なんだ。もう他人から、うん、本当にペットに変わりました、ね。でも一応家族。いやいやいや。言ってみれば小学。虐待虐待虐待。虐待して。絶対ダメだよ。ダメよ。帰れダメだよ。ダメだよ。俺整体行ってみたいんだよね。整体とかね。ボキボキ鳴らすのが好きでさ。整体はでも気持ちいいよね。俺さボキボキ。整体ある帰り。いや通ってた。俺腰が弱くて。ああもう普通にマッサージじゃなくて。一緒に通ってたの両と。単純に電気マッサージとか、そうそうそう、あのさボキボキ鳴らすの好きだからさ、俺今日も YouTube でボキボキ集っていうのがあって、1時間ひたすらボキボキしてるだけの動画を見ながら眠ってたんだけど、ちょっと気持ちいいのよ。ちょっとよくわからんな。マジで気持ちいい。されるの気持ちいいっていうのはわかるけど、されてるところ見るのもさ、両とかやらないで首をさこうやってさ、やり方によっては映画みたいに死ぬよ。やり方によってはって、本当にやり方によってはっていうか、普通に素人がやったら、うん、死ぬよね。死ぬとかじゃなくて、だ聞いてた今話。ボキボキ鳴らすのあるじゃん。うんうん、普通に自分で鳴らす人とかもいるじゃん。うん、ね、うん、これ、うん、すごい良くない。危険よね。神経傷つけちゃったらもう一発 KO です。顎を上までしたいな、うん、中ちゃん。顎を上まで。ダメだよ。180度。一周ぐらいして。ダメだよ。今日はなんかいいラジオですね。整体、あ、マッサージ、あ、中ちろんやってくれる。なんでなんで、死にますよ、だから。死ぬよ、絶対、ダメだよ。いや、中ちやってみないとわからない。いい、もしかしたらやらなくてもわかる。体軽くなるかも。ならなくてもいい。天使の若さ。うん、大丈夫。死んでるやし。死んでるやし。空も飛べるはず。おい、スピッツかやお前、面白いな。いいね、中ち、しんど。適当喋ってるだろお前。俺の求めた通りの言葉。メインパーソナリティだよ。いやでもだってお前シャキッとしなさい。俺はリョウタにいつもこれやるけど、リョウタに多分空も飛べるはずって言ったら、ピュー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 って。いや本当に飛ぶなや。でこっちも乗ってきて、キャンさんも乗ってきて、誰も回収しないで終わる。終わってるな。飽きた頃にははいじゃあ次コメント読んでいきましょう。終わってるな。そういうマッサージ店今度行きましょうよ。行きましょう。だから前さタイガさんとマッサージではないけど、お風呂行ったのよ。ああいいね。お風呂もいいよ。俺さ人工のお風呂もう掘ってるお風呂が、うん、池江島にあるわけさ。ああ、うるま市。うるま市の池江島、うんうんうん、わざわざ深海から掘ってから、俺池江島も行ってみたいし、やっぱ、うん、浜比嘉？浜比嘉じゃないなんだ、背中島、三ヶ寺テラスにある、うん、ね、竜神の湯、ここはもうすごいいいよ。何がやばいの？まあ、単純にお風呂よ。だからいろんな種類の温泉があったり、うん、立ちながら肩まで疲れる。あら、立ちながらはいいね。背中島の絶景を見ながらね、お風呂に入れたりだとか。なるほど。であとはサウナもいろんな種類のサウナ。サウナいろんな種類あるんだ。サウナ超いいよ。やっぱ汗かくの、だから人間ってこう排出するのはさ、やっぱ全部気持ちいいのよ。そうだよね。涙とか泣いた後やっぱすっきりするじゃん。やっぱだから何かが体から出るのって多分気持ちいいから。あー、分かる。サウナとかもう半端ない。だからサウナ入って冷水入って温水入ってっていうのを1セットとして、これを8回ぐらいやった。バカじゃないの、あんなにやったの。体の毒をもう全部全部全部ね、超気持ちよくなって、でも最終的に煮干しになるわけよ。ならんよ、や干からびてるやしや。美味しそう。食べようとすんな。まやかや。ならないから。あ、やっぱやっぱツッコミが一人いると閉まるね。ラジオ自体がしっかり。俺にやらすなよ。サウナもすごいおすすめよ。サウナもいいよね。疲れた時に、うん、もう俺めっちゃ疲れた時に一回行って、うん、でもう全部の毒素出して、で終わりで、まあ、ハイボールと、あー、ハイボール買って喫煙所でも速攻ハイボール飲みながらタバコ吸ったんですけど、毒また入れてるでしょ。だからもうさ、おいしすぎて膝がガクガクした。うめうめうめえ。ダメなパターンよ、ダメなパターンよ。びっくりした。あ、ダメなパターン。だから毒ってやっぱ美味しいのよ。あ、美味しいよね。やっぱじゃあいいね。じゃあそれやってそのまま飲みに行こう。うわー、
多分本当に気絶すると思う、マジで。キンキンのさ、分かった分かった、中地、じゃあその龍神の湯行って、うん、リラクル行って、うんうんうん、飲みに行こう。うわぁ遺書書いていこう。もう死ぬ予定やし、遺書書きます。何分に終わればいいんでしたっけ。天国だね。あと2分。じゃあもうじゃがバターを、うん、違うよ、おかずにしながら、じゃが横田を見て。違うよ、じゃが横田懐かしいな。いやだ、やっぱ龍だ、そう、本当に一回じゃ毒素を全部出してから、うん、でそのリラクルとかで全部この疲れも取って、うん、で国際通り行って飲みに行って飲んでベンスで締めよう。締めエース。いいね、最高です。最高だよ。ベンス行く前に一回おっぱぶ挟もう。はあ、もう天国じゃん。でもさ、うん、マジでさ、うん、2万5000円あれば余裕でできますよ。いける？うん、余裕でできます。ああ、じゃあもう明日行こう、明日。激熱っ熱っ熱っよ、熱っよ、太陽、真っ赤な太陽。中地楽しみすぎて、よくない。でも本当にやろうじゃ、それやりましょう、ね、やりましょうじゃ、ね、ぜひこれ一回じゃあみんなでね、この温泉行って、龍神の湯、まあだから温泉っていうか、まあ、うん、なんていうの、これは風呂、とりあえずあの人間の尻私欲会っていう。そうだな。シュプリームさん、どこまで入りたい？じゃあシュプリームさんも今度ね、ぜひぜひぜひ、沖縄来た時か、もしくは俺らが東京に行って、ああ東京もいいね、あ、いいね、ちょ、いいさ、この湯を、いい湯に使って、あ、じゃあ、いい湯に使って、で、リラックルクマのマッサージ屋さん行って、で、飲み歩ける場所に行って、うん、で、飲み明かして最後、メンエースで締める、うわ、おっぱい吸って、おっぱい吸ってメンエースで締める、抜いてもらって、うん、寝ると、うん、素晴らしい計画。いや、それをじゃあちょっとね、うん、俺しおり書くわ。あー、食べるね、しおりも書いてね、欲望のしおりって書くわ。ぜひそれを、ね、できるように、楽しみましょう。いや、マジでちょっと本当にこれはやろう。ねえ、これはちゃんとやろう。うん、いや、お疲れ様でした。本当に皆さん、聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。夜も遅いので、ぜひ、しっかりグースから見てください。はい、お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。